皆さん、こんにちは。週刊手帳術の著者、の野隆です。今日もですね、まあ、本の話ではあるんですけども、まあ、若干ちょっと雑感的な話をしたいと思います。で、テーマはですね、まあ、えー、手帳の、まあ、本の一章のところですね、目標達成術の、まあ、書いた理由というか、まあ、どんな思いで書いたかっていう、ちょっと ざっくりししたた話をしたい,と思いますであのまあテーマとしては目標達成とかまあえっとあんまり私自身はいつも言ってるんですけど夢とかっていうのをあんまりこう強く持ってる方じゃないのであんまりこう夢というよりはまあ単純なこの近い近しい目標を達成するにはどうしたらいいかっていうところをこう主に書いているんですけどもあのまあ あの大きな夢を持ちましょうっていうまあそれはねあった方がいいっていうのは私も重々承知してるんですけどもただ、えー、その夢ってなかなか叶わないから夢なんじゃないのとかっていうふうな、まあ、そういう価値観もちょっと持ってるわけだったりとか実際その夢を叶える人が少ないからこう希少だったりとか、まあ、それがこうあすごいなって 言えるものであってそう誰しも叶えられるものじゃないっていうのが、まあ、ちょっと私の中の根底にあるというところであんまりこう夢夢ってなってて叶わなかった時の自分が嫌だっていうところもあったりもするんでなかなかこう夢っていうふうに書かないようにしてるんですよね。なんでまあて言うと夢じゃなくて目標みたいな。 まあそんなところにちょっと落ち着いているということなんですけどもまああのー、でちょっと違った見方をすると逆にその目標ってことに対し,対して言うとまあその長いものもあるしその短いものもあると思うんですけどもそのなんか夢みたいになんかすごいこう大きなこうかなうかな叶わないかなっていうものじゃなくてその きちんとこう期間を決めてある程度こう頑張っていけば達成できるようなところに関して言うとその努力が無駄になっちゃわないようにそのここでシュッてなっちゃったりとかえしちゃったりとかそのうん振り返りみたいにできたとできないで,できないことを放置しちゃうことによって達成できないっていうことが。 ないようにするにはどうしたらいいかっていうことをこう重点的に書いたつもりなんですね。なので、あのー、世間一般的に言うとその逆算をして、まあ有名とか高い目標に向かって頑張りましょうっていうこう話ではなくて、コツ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 積み上げてったらあ目標を叶いましたわ。 それはなぜかというときちんと積み上げていくことができているから、えー、目標が達成できるんだよっていう、まあ、ちょっとその逆算か積み上げかってなるとそのどっちかっていうと積み上げをこうしっかりしてで、えー、もうこれは叶えないとっていうか達成しないと困るみたいなものに対して必ず達成していくと。 いうところの、まあ、本当の近しいところだったりとか、えー、夢に比べればはるかにちっちゃいことだったとしてもできるっていうことをこう自分の中でこう定義づけたりとか肯定感を得るためにはこれだけは最低限しときましょうという、まあ、そういうことをあのお伝えするために一章っていうものを書いてみましたというところです。なので、まあ、根底にあるその 逆算か積み上げかっていうとまあ積み上げなんですけどもただやっぱり目標は目標で高いそれなりに高いところにあるんでその目標からしっかりその落とし込んで今っていうところに来てで今からきちんとこう上がっていけばその目標に達するよっていうそこの逆算してからきちんと積み上げするっていうこの積み上げするっていうパターンをしっかり 身につけていけば目標達成ってしやすいんじゃないかなっていうところをポイントとして書くようにしましたというところがまあ一生の特徴です、まあ、そういうところを読んでいただけるとありがたいかなというふうに思ってますということでまあ目標達成するための術ということでえ書かさせていただきましたというそんな思いですということで 今日の動画は以上となります。今日も最後まで視聴いただきありがとうございました。運のたかしがお送りしました。それでは。